うひょオウムに全開。うわうわ危ねえ、ちょっとずれてるエイム。どう強くない、なんかすごい。はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、シリウスです。というわけで今回はこちらの武器を使った時の試合となっております。第2週のオープンベータから追加された新 SMG のタント22となってます。一応これは確かレベル30かな、プレイヤーレベル30になったら、解放される SMG なんですけど、今回はこれを使ってきました。で、カスタムはこんな感じで、今回タイトルにも多分ついてると思うんですけど、タント22はこのラピッドファイヤー、ラピッドファイヤーとの組み合わせが半端なくいい、武器となってます。昨日のね深夜の配信見てくれた人はね、多分自分がレベル上げすごい苦しみながらやってたのを多分見たと思うんですけど、正直この武器ラピッドファイヤーがあるとないとで本当にめちゃくちゃ性能変わる武器で、ラピッドファイヤーがない時は本当に低レートなんだけど、こう火力も結構なんて言うんだろうな、まあ、小さいというか、まあ、少ないというか低めの武器になってて、正直かなり苦しい SMG でした。ただラピッドファイヤーが出たからその性能が一気にこうひっくり返って、こうブレもなんて言うんだろう、制御しやすいし、敵も解けるしみたいな。 MLAB3 やったことある人は WSP9 あたりがねめちゃめちゃイメージしやすいと思います。ああいった感じの武器になりますね。でレベル上げじゃ大変じゃねえかって思う方いるかもしれないんですけど、今ちょうどねレベルアップ期間、武器レベルアップがこうなんて言うんだろう、2倍期間になってるんで、今の隙にねこのタント22とか、あとは他にもねラピッドファイヤーがあればこう輝く武器っていうのはあったりするんで、今のうちにねレベル上げしてみるといいかなって思います。でその他のアタッチメントはレンジャーフォアグリップと、クイックドロー、これで、取り回しよくしてます。あとバランスストックか、バランスストックでこう軽さを求めて、強化バレルで射程と弾速両方上げてるって感じです。これでも全然ブレないんで、結構使い勝手いいかなと思います。でその他のハンドガンや、パークとはこんな感じとなってます。というわけで早速ですが試合の方に移っていきたいなと思います。こんな感じで、毎日ね動画たくさん上げてたり、あとは配信の方をツイッチでやってたりするので、チャンネル登録や高評価、ツイッチのフォローなどぜひよろしくお願いいたします。それでは試合の方最後までお楽しみください。どうぞ。ジャンプスライド、これ俺のエイムが悪い、マジで。あのこれ待って、あれだ、海外サーバーだからちょっと玉ずれ起こる、やばい、うー、なにこれ、とにかくこのゲームは、ね、ジャンプスライドすることが何よりも大切です。ほらどうですか皆さん、うわ惜しい、これ俺の今狩り強そうでしょ。こういうのはここにグレ置いとくと結構美味しかったです。ナイス、上いる、上いるけど無視、流れ借りたいね。味方が多分ポイントはいけるはずだから、さすがに俺はここの流れを止める。危ねえ、なんかずれてるな、海外サーバーだからより弾ずれが起こる。まずここのカードなくして一回あれでリセットかけて、手前からナイス、グッチョ、セキュリティ作動して上から右足音聞いてあげて、いいね、グッチョグッチョ、いい連キル。ここからどうなるか、ガチロスレ、いいか、ごめん、今の死なないのか、右に投げといて、うん、顔出さない、あれ DM10 だね音でわかるな、マジでめちゃめちゃわかりやすいね。
前詰めろ。後ろ、俺の後ろいる。危ね。うわー、3人一気に出てきた。 AR はね、俺エイメスかな、一番好きなのは。このジャンプスライドマジで強いから、みんな使った方がいい。これこれ、あー、地雷。一応今見えてはいたんだけどね。うわー、さすがにか。さすがに SMG でこの距離挑むのバカだな、マークスマンに。あ、上にいる。あ、後ろ。あれでも上り動作入ったら多分俺の負けなんだよな。うー、マジ踏ん張った今のは。あ、さっきバビロンで味方だった。マジナイス、いいチームだった。うわ、ナイスカバー。危ない。なんか今俺めっちゃ今悪かったな、急に。お、危ない。マジめっちゃいいカバー落としてくれる味方。マジかよ、危な。できればあんま乗りたくないんだけどな。危ない、うひょオウムに全開。うわうわー、惜しい。くそー、グレー置いて、ナイス、部長スライディング。ちょっとミスったな、あ、やべ。どっか行っちゃった。この人か、どうも。あー、ごめん、俺が前行き過ぎたな。これリスポーン変えちゃった、俺が悪い。これ先に取ります。あー、ごめん、ここまでやったけど、こっちで湧いてそう。危な、なんか登り動作入っちゃった。なんだ、真面目で不真面目な子がいた。これここに置いといて、多分上で左奥で湧いてた。危な、登っては来ない。危ねえ、ちょっとずれてるエイム。どう、強くない？なんかすごい。どういう挙動今の。すっごい挙動してたね今。右に置いといて。スライディング、イム拾って。うわー、惜しい。ハントはラピッドファイヤーが出ると強い。これみんな覚えといて。だから今の XP2 倍期間中にみんなやった方がいい、これ。マジで、マジで上げた方がいい。あの、苦しい思いする。俺は XP2 倍が今さっき来たけど、うわっ、来るまでに苦しい思いした。危ねえ、これジャンプスライできなかった。でもとにかくジャンプスライド、ジャンプスライド、ジャンプスライド覚えた。やばい、できない。こういうところもジャンプスライド、こういうところもジャンプスライド。これは赤点見えてるから撃ってます。これチーターじゃないです、やめてください。ナイス、カバーしてあげたいな、ポイント周り。ナイス、後ろ脇、ナイス。またウォッチロック出た、危ね。これもジャンプスライド、いない、オッケー。あー、くそ、ヘリ呼んじゃった。よいしょ、危ねえ、ありがとう、オウムに。オウムにできた今。ジャンプスライド、そう、これね、マジ避けれるから、すげえ強い、これ。これ、どっち脇？まだ、すごい脇してる。使用感はね、ほんと、さっきコメントしてくれた人に言ったんだけど、マジで WSP9 にしか、MW3 の。いや、マジ、味方乗ってくれてるの、マジありがたいな、これ。あ、ごめん、守れなかった。ごめん。
お、ここの縁にグレネード置いとく。あぶね、味方ロールです。ナイス。なんかジャンプスライド避ける。あ、味方か今の。ありがとう。やべ、あぶね。マジカバーが熱い味方の。だから俺もカバーする。上行くか。閉じよう。すまねえ味方。まあリードしてるし許してくれ。リードしてるからいいぐらい。なんだあれ、あ地下か。やべえ、ちょっとよそ見しちゃった今。ハグキングダム帝国ナイス。うわめっちゃいいカバー。ごめんでも俺がいいカバーをあげれなかった。ごめん。スライディングうまいこと出ねえなー今。やべ残り27秒だ。時間がない。危なっ。エイムがどっちだこれ。なんかすごいぐっちゃぐちゃリスポンド。やばい、どの道短い命だこれ。この試合うわマジかー。クソこれギリ100キリいけなかった。クソまあでも GG。 クソギリ100キリいけなかったな。もうちょいどっかで連携できればってとこだったけど、まあまあまあ95でも十分でしょう。ほらめっちゃ伸びるっしょこのジャンプスライドで、このポケカンどうですか皆さん。で、このうねうねめっちゃうねうねしてるはい、オッケー、GG。